アルバロシザビエーラは、ポルトガルの建築家。ポルトガル随一の国際的建築家で、ポルトガル建築界を代表する存在である。ポルトガル北部、マトジーニョス生まれ。北部の大都市、ポルトを拠点としている。1955年に、ポルト大学建築学部を卒業。フェルナンド・ターボラの事務所で働いた後、1958年に、自分の事務所を設立。 ハーバード大学、ペンシルベニア大学、ローザンヌ大学など各地の大学で教鞭を取り、現在はポルト大学建築学部教授。1992年にはプリツカー賞を受賞、2001年にはウルフ賞芸術部門を受賞している。彼の建築はミース・ファンデルロエイアル・コルビュジェに影響を受けたモダニズム建築の継承者であり、ノー型タイヤ。 有機的な局面、彫りの深い小さな連続窓などの幾何学的な形態とできるだけ少ない種類の材料を使った極めて簡潔なスタイルを有している。代表作であるポルト大学建築学部など特にポルトガル国内の作品は白一式の建物が多く緑の丘や香料とした荒野に窓の少ないシンプルで寡黙な白亜の塊が並ぶ作品は しばしば指摘と評される。ポルト大学建築学部の同僚のフェルナンド・ターボラや、エドワルド・ソート・デ・モーララと共に一派を成している。彼らの作品は建設される場所の特性にインスパイアされており、その地に欠けているものを埋める建物を作ろうとしている。また建物とそこにある自然、新しいものと古くからあるもの、感覚的なものと合理的なものの間に極めて厳密な関係を、 持たせようとしている。彼の作品はポルトガルを中心に、スペイン、イタリア、ドイツなど各地に建てられており、それぞれの風土に合わせた表情や色彩を見せている。ありがとうございます。